こんにちは、吉田さん。おかげさまで大金持ちに会う機会はここ7、8年かなり増えたんですよね。特に最近の5年っていうのは人に会わないようにしてるんですけども、まあ金持ちがね、コンタクト取ってくるんですよね。まあなんか自称金持ちじゃなくて筋金入りの金持ちです。まあすごいなと思いますね。でその方たちが、まあ、口々に言うんですけども、違う人が同じこと言うんですけども、まあ、久保さんと、久保さんは目の前に、あ、これ高いなって言ってね、金額のついた、倍価のついたものが目の前にあるとするでしょ、それって買えると思うとか聞くんですよ。これまた謎めいてでしょ。で私はそれは買えるんじゃないですかって、値段がついてる、値札がついてるものは何でも私は買えると思いますよ。ただその力量があるかどうかが問われてるだけでしょと。であとね、欲しくなければ買えるものでも買わないって選択があると思うんですよってことで、まあそんな感じでお話したんですよ。以前もそのトランザムをね、買うときにレクサスが買える、そのタイミングがあって、ベンツが買えるタイミングがあって、なんかいろんなフェーズがあって、一番上がフェラーリがあってね、でもフェラーリ買えるんだけども、フェラーリよりちょっと安いナイト2000にしたっていう経緯をお話しましたけども、値札がついたらすでにね、自分のあと意思だけなんですよね。で、まあ、その方がね、どう言ったかっていうと、そうなんだよと、ただね、久保さんの目に入ってこないような商品もあるのよ、それは買えると思うって言ったら、いや知らないんだから買えないでしょうってわけなんですよ。その通り、あなたは目の前にある商品とかサービスとか価格、あなたに縁があるから飛び込んできたんで、その気になったら全部ね、手に入れることができるのよって言ったわけなんですよ。それは女性の言葉ですけどね、女性の億万長者がそういうわけですよ。お、なるほど。じゃあ久保さんがね、1億とか10億みたいな商品を見かけたってことは、あとは半分久保さんの意思で買えるんですよってことだったんですよ。なるほど、なかなか説得力あるなと。そもそも買えないものは向こうからあなたの目の前にもうちらついてこないって言うんですよ。はあ、ってことはね、吉谷さん、ランボルギーニが吉谷さんの視界に入ったってことは、それあと吉谷さんの意思で買えるってことなんですよね。で思えばですね、なんか納得させるようなことが結構あったのと、あとやっぱ金持ちが言うことは素直に従っておいた方がいいですね。で振り返ると、お金のない、まあ、例えばね、家に生まれてお父さんお母さんが言うこと、お金に関して言うことですよ、お金に関して言うことっていうのは従っていいんでしょうかってことにもなるんですよ、ね、だってお金をたくさん持った経験のない人がお金のことについて語ることについていっていいのかなってことですよね。これどうですかね。これは別に私はいいと思うんですよ。自分にお金がなくてもお金を儲ける方法を知ってる人ってのはね、いるんですよね。お金を儲ける方法を知ってるけども、それを使わずにお金持ちになってないというだけという。だから結局何を選択してどう行動したかっていうことが問われてるのかなと思うんですよ。で選択の前にその選択肢がその視界に入ってくるかどうかってことですよね。ご縁ですよね。まあそういうことを考えながら吉田さんの話聞きました。確かに今ね、大抵のものはその気になったらその日のうちに買えるものばっかりになりました、今私はね。でも欲しいと思うものがあんまりないんですよ。物欲をこうね、かきたててくれるものがあんまりないですね。不思議な本ですよね。まあ、だからね、南の土用のベンツとかもね、もう即いけるんですよ。でもさすがにもういらないですね、もうね、もうしばらくいらないと。もう駐車場を探すのもね、契約するのもね、なんかいろいろと面倒だなと。でもね、やっぱこうお金じゃ買えないものがあるのは随分不平等だなとも感じるようになりました。例えば、まあ、広島っていうのは選挙の買収事件ってありましたけどね、参議院議員買収事件って、大規模買収事件ね。結局その当選っていうのもお金で買える時代にはなったのかなと思うんですけども、まあけどね、基本的にはでもそういう特別な例を除いて、その国会議員の枠っていうのはなかなかお金でしか買えないと思うんですよ。いわゆる権力っていうのはね、お金じゃ買えない部分があるなと思うんですよね。お金プラス権力に通ずる、なんかね、圧力といいますかね、ご縁っていうのかな、あれも結局、河合克行事件ね、河合克行、自民党、安倍総理ってものが一気通貫で並んでたから、河合案里さんはね、買収が成功したと思うんですよ。じゃなかったら、どこのお前の骨だよと、お前の言うこと聞いてもいいことねえよ、しかも10万とか20万で買収されねえよみたいな感じになったと思うんですよ。まあこんな事件があったことね、まあ、知ってか知らずか分かりませんけど、何が言いたいかっていうと、買収ですら
金だけじゃダメってことなんですよ、うん、だからお金で買えるものってのは最もなんか、正直っていうかね、公平なのかなと思っちゃいますよね。これはね、いつかね、堀江貴文さんが言ってたんですよ。お金で買えるものは平等だよって。人種に関わらず、年齢に関わらず、お金さえあれば買えるっていうんだったら一番シンプルじゃないか。何がいけないかっていうと、お金じゃ買えないものがあるっていうのが、もうこれが変えられない、超えられない壁であって、不公平だっていうふうにね、言うものなんじゃないかなというふうに私はその時感じたんですけどね。ということで、金で買えないものこそ不平等だというタイトルにしておきます。いってらっしゃい。